やっぱアメリカとの対等な同盟関係は何かっていうことは常に我々考えなきゃなんないんですよね。アメリカが全体こう思ってて、日本はその中でっていうことだと。アメリカがこれから。 何十年もかけて東アジアにコミットし続けるって保証はないわけですよねやっぱり日本がきちっとアメリカをオーバーライドする技術を持っててアメリカが日本を手放せないって環境がきちっとできないと東アジアは危ういと思うんですよね本当に核ミサイルを考えた時に難しいのは実は核爆弾を作る技術ではなくてロケットを作る技術なんですようん、うん、核って核不拡散防止条約みんなで結んでるじゃないですかなんで結んでるかっていうと核爆弾を作るのは簡単だからです原料さえあれば簡単にプルトニウム 型の核爆弾でで作れちゃうんですね問題はそれをデリバリーするロケットじゃないですか超小型衛星で超低高度衛星っていう JAXA が開発した技術なんですけどこれを使うと民生用のカメラを使った地球の動画でも24時間観測できますみたいなことができるんですよね。